皆さんこんにちは、スワノーラシワスノスケでございます。昨日ですね、夜勤終わっていつも通りバイクで帰ってる途中にですね、タイヤの後ろのタイヤがパンクしてその道路の途中、帰り道の途中で止まっちゃって帰れなくなりましたで、それでどうしたのかっていうと、一旦その止まっちゃった場所の近くがちょうど駅の近くで、で駐輪場があったんで、一回その駐輪場で有料の駐輪場でバイク止めさせてもらって、でそこから歩いて家まで帰って、でまあ仕事終わりだったんだね。で疲れてたんで一回寝ました。で寝て起きて、でちょっと寝すぎて午後2時ぐらいになって、よし、バイク救出しに行こうって、やって、歩いて、そのまた、駐輪場まで行って、で、そこで、ロードサービスを頼んでですね、で、よく行くバイク屋さんまで、バイクを運んでもらったんですけど、バイクパンクして、まあ、別に手で押して行くこともできなくはなかったんですけど、パンクしちゃってるから、あまりにバイクが重くてですね。もう、50メートルぐらい押すだけでも、めちゃくちゃ腕疲れちゃうんですよ。あ、これ無理だなと思って。そのバイク屋さんまでどれぐらい距離あったかな？多分5キロ以上あったかな？うん。5キロ、6キロぐらいはあったから、さすがにそこまでずっと押していくのはきついし、あとその坂が多いのと、あと歩道がめちゃくちゃ狭い。基本的に車通るのが優先みたいなエリアだったんで、あ、これは無理だなと思って、ロードサービスを初めて利用しました。そのバイクを手に入れてから9年、もうすぐ10年経つけど、初めて、こんなこと初めてでしたね。まあ、今までいろいろそのバイク故障することとかをあったけど、前も一回そのタイヤがなんか、後ろのタイヤがおかしくなって、で、バイク屋さん行ったんですけど、その時はまだそのタイヤがおかしいけど、でも自分でまだ自力で走行はできるっていうレベルだったんで、その時は自力でバイク屋さんまで走って行ったんですけど、今回は本当に、あ、これ無理だって。なんかもう完全になんかこう、ペシャンコっていうか、ふにゃふにゃになっちゃってて、後ろのタイヤが。そう。で、向こうまで。で、ロードサービス。で、そのロードサービスが、一緒に乗っけてってくれるのかと思ってたんですけど、なんかのっけてもらえなくてですね、そういうルールみたいで。で、僕はそのロードサービス頼んで、で、その駅の駐輪場とかその辺から運んで、バイク屋さんまで運んでもらって、で、僕は後から追いかけるっていう感じで、で、即座にタクシー呼んで追いかければいいかって思ったんだけど、そのタクシー会社2カ所電話したんですけど、どっちもなんか空いてる車がないとかって言われちゃって、どうしよう、じゃあもう仕方ない、電車で行こうと思って、電車で行ったら少し遅れちゃいました。先にやっぱり先にロードサービスの人がバイク屋さんついててでまあそのバイク屋さんにタイヤ変えてもらって8000円ぐらいね、ちょっと飛んじゃったんですけど、でも原因というか、その僕がすごいおバカで、そのメンテナンスを怠っていたのが原因だということが判明して。じゃあそのバイク、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんか原付きなんですけど、その定期的に空気を入れないといけないらしくて、それ知らなかったです。チャリンコは定期的に空気入れるのは知ってるんだけど、まあ原付きもね、定期的に空気入れなきゃいけないこと知らなくて、それで、前回タイヤ交換してから2年ぐらい経ってるんですけど、2年も空気入れないでよくここまで耐えたねってバイク屋さんにびっくりされました。いや、ほんと、ね、10年ぐらい原付き乗っててずっと知らなかったっていうおバカチンチンでした。ほんと、すいません。で、なんか調べたらそのガソリンスタンドとかでもなんか空気入れが置いてあって、なんか勝手に空気、場所によっては有料らしいんですけど、なんかその基本的にはバイクの空気自分で勝手に入れてくださいみたいなシステムになってるらしくて、それも知らなくてですね、ずっと。わー、なんて俺はバカだったんだろうって。いや、でも、今乗ってるバイクが2台目でですね、2020年に
新車で購入したバイクなんですけど、でもそれもね、もう気づいたらもう4年経っちゃってるし、で、なんだっけ、走行距離もね、今2万3000キロぐらいかな。あー、結構、もうなんていうかその、折り返し地点かなと、その、ね、そのバイクの寿命としては結構折り返し地点かなって感じですね。でも、僕の中ではまだまだ、真新しい新品バイクのつもりで走ってるんですよね。というのも、僕が最初に、人生で最初に乗った初代のバイクが中古のバイクでですね、それがまあまあ本当にやばいバイクだったっていう、なんか最初からそのボディの一部が欠けてたし、なんかウィンカーがそのなんか暴走したりつかなくなったり、あと信号待ちしてる時にエンジン止まっちゃったりとか、あとなんだろうな、あと、なんかその加速、上り坂登れなくなったりとか、なんかアクセルが弱くなって上り坂登れなくなったり、あと単純にそのね、このセルがどんどん弱くなってエンジンがかかんなくなったりとか、もうとにかく初代の僕の原付バイクデビューは本当に散々でした。で、それに懲りて、二代目は、ちゃんとまとまったお金貯めて、新車のバイクを買おうって決意して、それで新車のバイク買ったんですよね。やっぱり新車は素晴らしい。で、初代は2ストで、で、2代目は4ストなんですけど、いや、4ストはいいですね。ただ、4ストは4ストで、オイル交換がちょっとめんどくさいっていうところがあって、その僕、その、タイヤの空気入れは知らなかったし、自分でやったことないけど、そのバイクのオイル交換は自分でやってるっていう、なんかこの、変な矛盾して、オイル交換こそ、ね、結構めんどくさいのに、そっちはできるんだ、みたいな話ですよね。まあ、あとその ボディをその、ね、ドライバーで外して、ヘッドライトとか交換もするのも自分でできるし、そういうのはできるのに、空気入れは知らなかったんだ、っていう、おバカポコチンチンです。はい、こんな感じで、人生で初めて、道路上でタイヤパンクして動けなくなったっていうお話でした。こんな感じ。あとなんか話すことあるっけ？バイク大変だった。そう、8000円飛んじゃった。こんな感じだね。ちょっと今思い出してる。その昨日の光景を、一日の流れを思い出してる。歩いて帰ってきて。歩いてる間暇だったから TikTok ライブしたりね。うん。ギフトっていうかね、こういうハートマークとかいろいろギフト送ってくれた方ありがとうございました。な感じかな。で、ご褒美。まあ、ご褒美っつうか、バイク無事に修理できた、復活した、やったーの記念で、さっき都会の高級イタリアン食べてきました。サイゼリアって言うんですけど、僕のお気に入りのディアボラ風ハンバーグとチョリソーと、あとマルゲリータピザ。平らげてきました。余裕。で、ドリンクバーもね。で、それら込めて1500円という、とても安い、高級、都会の高級イタリアン。美味しかったです。いつも食べてます。いつも。で、今日ですね、18時から、毎週土曜日恒例のライブ配信する予定なので、よろしくお願いします。いっか、こんな感じ。はい、以上。です。一人合唱部スワシワスでした。はい、ありがとうございました。またね。バイバーイ。ありがとう。うんち、おしり。